さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。龍馬くん、また早く行かないと先生に怒られちゃうよ。待ってよカレンちゃん、だってこの坂結構急なんだもん。僕いつもいつもここ駆け上るの大変だよ。なんでカレンちゃんそんなに早いの？カレンはお前と違ってできる子だから。いやカレンちゃん、こんな近い距離でそんな大声でそんな傷つくこと言わないで。僕の名前は高橋龍馬。なんてことない、ただの平凡な幼稚園児さ。そしてこの子が僕が思いを寄せる同じ同級生の橘花恋ちゃん。龍馬くん、男の子なんだからちゃんとしっかりエスコートしてよ。まったくもう仕方ないんだから。ほら行くよ。あ、うん、わかった。よし、今日も花恋ちゃんと手をつなげたぞ。まあ確かに僕は頼りないかもしれないけど、こういう時だけそんなキャラでよかったなって思うんだよな。ほら急がなくっちゃ龍馬くん。あ、うん、わかってるよ。でもちょっとぐらいゆっくり行ってもいいんじゃない？どうしてよ、まったくもう、なんで私がずっと手をつながないといけないわけ？いやそれはその、それに龍馬くん、もう何回も言ってるでしょ、どうして朝おにぎり食べて海苔をつけたままにしてくるの？いやだからあの、これ海苔じゃないんだよ。あの前も言ったと思うんだけど、これ髪の毛なんだ。今日は水曜日だから確か授業はこっちだったよな。先生すみません、遅れちゃって。あら龍馬くんとカレンちゃん、また遅刻してきたの？まったく2人で朝から何やってたのよ。あ、カレンちゃんは何も悪くないんです。あの僕が上り坂登るのが遅すぎて。ふっ、龍馬くん、女の子をかばうなんてかっこいいじゃない。よし、じゃあそのかっこよさをもっと磨くために先生の真似してね。いや先生、あのお言葉なんですが、それ真似しても絶対かっこよくならないと思います。カレンちゃん何座ってるの？え、何って、ちょっと疲れたから。いや後ろ後ろ見て、もう完全にこいつ変態だよ。このなんかもうポジション。何してるのカレンちゃん、早く授業に参加してよ。あ、うん、参加しようと思ってるんだけど、やっぱりこう遠目から改めて見ると絶対ここやっぱおかしいよなと思って。龍馬、さっき見てたか？俺はカレンちゃんの背中スリスリしちゃったぜ。な、お前せこいぞ、そんなこと言うなよ、こら。おい龍馬、お前やめろ。な、何するんだ、やめろ。ちょ、お前こっちぶつかってくるなよ。いや、お前が来たんだろうが。チュッ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 。やだ、まさかの突然の BL 展開。しかもちょっと気弱な男の子とゴリゴリそうなお兄さんっていう設定ならありだわ。いや、なしだよ。なしだからね、カレンちゃん。こんなの僕やだから。はあ、なんか一気に疲れちゃったな。ちょっとお昼寝でもしよっかな。龍馬くん、今日お布団おっきいんだね。うん、そうなんだ。今日のお昼寝用のお布団はね、すごく大きいから、その、カレンちゃんも よかったら一緒にお昼寝する？え、龍馬くんと一緒に寝たら何のメリットがあるの？いや、メリット？そんなこと言わないでよ。カレンちゃん、今日も俺たちと一緒に走ろう。うん、走ろ。はあ、カレンちゃんまたあいつらと遊んでるよ。やっぱり僕なんかじゃ魅力がないのかな。はあ、とりあえず寝るか。ねえねえカレンちゃん、もうすぐバレンタインだけどさ、カレンちゃん何か予定あるの？バレンタインか、特に予定はないかな。そっか、もうすぐバレンタインだよ。カレンちゃん当日何の予定もないのか。ふう、よかった、安心して眠れる。だったらさ、当日俺たちと遊ぼうよ。え、ちょっと待って、それはダメ。あれ、龍馬くんもう起きたの？全然寝てないんじゃない？あ、うん、僕最近ショートスリーパーなんだ。じゃあさ、カレンちゃんは誰かにチョコあげる予定あるの？渡したいなって思う相手はいるかな。もしかして前言ってたあの小学生の人？ちょっと龍馬くんやめてよ、そういうこと言うの恥ずかしい。俺は小学生なんかよりもっと楽しいこと知ってんぜ。いや、お前は言うな。お前が言ったらなんかわかんないけど危ない匂いすんだよ。
大丈夫大丈夫、みんなにもちゃんとチョコレートあげるから待っててね。え、本当にカレンちゃん、ありがとう。いや、ちょっと。おい、何どさくさに紛れてハグしてんだ。カレンちゃん、俺は生チョコがいいな。やっぱ何でも生が好きだからな。お前が言ったらやっぱりなんか変に聞こえんぞ。こらこら、リクエストには答えませんよ。そんなわがまま言う人にはチョコレートあげません。頼む、この通りだ、許してくれ。いやいやいや、謝り方よ。幼稚園児そんなのしねえよ、土下座なんて。じゃあカレンちゃん、チョコレート楽しみにしているね。バイバーイ。じゃあカレンちゃん、また明日ね。バイバーイ。あ、リョーマくん、待って。あれ、どうしたの？帰らないの？実は今からチョコレート買いに行こうと思ってるんだけど、リョーマくん、よかったらついてきてくれない？チョコレート？あー、さっき言ってたバレンタイン用の。うん、いいよ、行こう行こう。ついていくっていうことは僕は脈なしだよな。ま、待ってよカレンちゃん、なんでそんなに早歩きにするの？え、早歩きじゃないわよ、リョーマくんが遅いからでしょ。いや、どう考えても早いよカレンちゃん。何言ってるのよ、授業で何習ってるの？え、授業でそんなの習ってないよ。確かに変な動きは習ってるけど。はあはあはあ、やっと追いついた。ほら龍馬くん、もうちょっとだから。ほら、もうそこよ。はあ、ほんとだ。結構あれだね、幼稚園から遠いね。ねえ、僕たちダメなタイミングで来たんじゃない？うん、そうかもしれないね。蛾がたくさんいるわね。まあ大丈夫でしょ、あの蛾さんたちはきっと何もしてこないわよ。さ、入りましょう。いらっしゃいませ、ご注文は何ですか？バレンタインチョコください。ありがとうございました。あのお姉さん、思いっきりガがすっごいいっぱいいるんですけど、これ大丈夫ですか？大丈夫ですよ、これはオーナーの趣味なんで。オーナーの趣味って、コンビニにガを放つオーナーいる？でもカレンちゃん、チョコレートを買ったのはいいけど、どうやってあの小学生の人に渡すの？そうなのよね、ほんとたまにしかやってこないから、普段どこにいるのかとかも全然知らないし。あ、でももしかしたら公園が好きなのかもしれないから、あっちの公園に行ってみましょう。公園にいるのかな、あの人。名前も知らないな、そういえば。あ、待って、リョーマくん、あそこにいる。でもなんか女の子といる。もしかして彼女なのかな。ああ、そうなのかもしれないね。ま、僕としては彼女であってほしいけど。ねえカレンちゃん、あの人 まためちゃくちゃ回ってない？しかも今回すごい高速で回ってるんだけど大丈夫？翔太くん、もっと回ってよ。私、羽生選手のスケート見てすごく感動したのよ。いや、ミオちゃん、俺多分めちゃくちゃ回ってる方だよ。多分むしろ俺より回れるやついないんじゃないかな。あ、回りすぎて倒れちゃってるよ。はあ、せっかく会えたけど、絶対あの人彼女さんだ。絶対そうだよ。だって見て、リョーマくん、今だってあんなに仲良さそうなのよ。いや、あの、仲良さそうっていうか、脅されてる風に見えるんだけど僕。もういい、帰る。あ、カレンちゃん、元気出してよ。よし、ここは男の僕の出番だぞ、リョーマ。カレンちゃん、大丈夫だよ。ほら、手つなごう。いつも僕たち手つないでるしさ。それに、カレンちゃんには、その、僕、言えないよ。もう、リョーマくんは、つなぎ方が下手くそなのよ。私がつないであげる。ほら、これの方が自然でしょ。そうだ、リョーマくんに渡したいものがあるの。え、渡したいもの？何？はい、リョーマくん、バレンタインチョコ。え、いいの？でもこれってあの人に渡すんじゃなかったの？最初からリョーマくんに渡そうと思ってたんだよ。いきなりあの人に会えるとももちろん思ってなかったし、それに会ったところで渡せるわけないし。そうなんだ、ありがとうカレンちゃん。でもこれギリチョコだよな。リョーマくんもあの人みたいにブレイクダンスがくるくる回れるようになったらちょっとときめいちゃうかもね。なんてね、早く帰ろう。
リョーマ、お前何やってんだ。見てわかるだろ、ブレイクダンスの練習してるんだよ。どうやったら早く回れるのこれ。くっそー、絶対早く回るようになってやる。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。